はい、どうも運動指導者の三好です、はい、今回はですね肩甲骨周りのストレッチをご紹介していきます、はい、で肩甲骨周りですねこれが筋肉硬くなりますと、肩こりにもつながるので、今日ご紹介するストレッチを行ってほぐしていきましょう。はい、では早速やっていきます。はい、では楽に座っていただいて、まあぐらでもいいですし足伸ばすでもいいですし、背筋をスッと伸ばしていきましょう。はい、でまずは肩ですね。この肩を上にぐーっと息を鼻から吸って持ち上げます。で息をふー口から吐いて肩を下げつつ、この手ですね、手をスルスルスルと床を横に滑らせるようにして広げていきましょう。はい、でまた肩を持ち上げます。息を吸ってで吐いてスルスルスルとしっかり肩を下げながら手を外側ですね、はい、吸って上、はい、吐いてスルスルスル肩をしっかり下げます。はい、吸って、はい、吐いてふー、スルスルスルと、はい、吸って肩を動かして血行良くしていきますね。ふー、はい、上、はい、吐いてスルスルと外側ですね、しっかり肩下げます。はい、ではもう一回いきましょう。はい、ふー、吐いてと、はい、でこのまま肩下げますよね。スルスルスルと外にしたら首を横に倒します。ふー、はい、戻って反対、まあ、横にふー、はい、もう一回いきましょう。肩はしっかり下げた状態ですね。はい、戻って反対、はい、 OK です。で今度は肩甲骨のですねこう内側を伸ばすストレッチを行っていきます。はい、足を前に伸ばした長座の姿勢ですね。はい、ではまず右の肩甲骨を、の内側ですね、これを伸ばしていきます。はい、右側伸ばす場合は右足はちょっと膝曲げておいてもらって、右手で左の足の外を小指側ですね、これを掴んで足を胸の高さぐらいまで持ち上げていきます。はい、で左手は後ろの方についてバランスを取りますね。で体を後ろですね、ぐっと背中を丸めるようにしてもらったら、この左の足を左の方外側にぐっと広げていきます。はい、でこの時背中はずっと丸めたままですね。はい、背中丸める。で足は少し前にぐっと伸ばしていくような感じ。これ上に伸ばすと肩がすくんできてしまうので、胸の高さで少し遠くへ伸ばしていくように。でも背中は後ろですね。で引っ張り合いっこするようにしていくと、右の肩甲骨の内側、ここが引き伸ばされるようにストレッチされます。はい、ぐーっとキープして、ふう、呼吸は止めずですね、楽に行っていきましょう。はい、大体30秒ぐらいはキープしたいですね。はい、では今度反対側ですね、いきます。今度は左手で右足外側ですね、これを掴んでもらって背中を後ろに丸める、ぐっと猫背する感じですね。はい、で背中丸めたまま足を右の方に開いていく。ふー、あまりこの、腕の高さが上がってしまうと肩が上がっちゃうので、胸の高さぐらいでいいと思います。背中をしっかり丸める。で足は外ですね。で肩甲骨の内側を伸ばす。はい、呼吸は楽に。はい、いいでしょう。はい、戻りますと。はい、OK ね。
よし。今度は、肩ですね。この肩周りの筋肉をほぐします。左手ですね。左手、腰のちょっと外側に手の甲を当てるような感じ。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じにしてもらったら、右手でこの左の肘を掴んで、少し前に肘を持ってくるようにしましょう。ぐーっと、じわーっとで前に持っていきます。はい、そうすると肩の後ろ側とかこの辺が伸びますね。はい、ふー、これも30秒ぐらいはキープですね。ふー、こうじんわり伸びるような感じ、ちょっと痛気持ちいいぐらいのところまで持っていきましょう。で反対も同じようにですね、右手を腰のちょっと外側のあたり、真後ろというよりかはちょっと外側ですね。はい、見えますかね。ちょっと外側、あ、マイク落ちちゃった。はい、で、外側にしてもらったら、左手でこの肘を前に少しずつ持っていく。すごい硬くなっている人はこれ痛いかもしれないですね。やっていくとだんだんほぐれていくと思うので、継続して、コツコツやっていきましょう。はい、はい、この時も呼吸は楽にですね。はい、大体30秒したら OK です。はい、はい、ということで今回はですね、肩甲骨周りの、筋肉をほぐすストレッチをご紹介していきました。はい、毎日ですね、コツコツ行っていくと効果出てくると思いますので、継続してやっていきましょう。はい、では今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。またねー。